急げ。もう少し慌てずに。右に振った方がいい。こっちに。あやとこけた。こっちに振って。あと7分。あ、本当。はい、最悪ここへ。ここに振って。OK。それでいける。で、場合によったら、左を、フロントを左へ。OK、OK、OK、OK。はい、どうぞ。ミスすんなよ。
お疲れ様。タイムアップです。タイムアップだと、はい、ここでもう終わりになるか。中継が終了しました。どっかで折り返しなくしないといけないですね。はい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。すみません。じゃあ、ホワイトルさん、引き取ります。はい。みんなこっち向いてんのかな。もうしばらく。ちょっと心配やろ。お願いします。いきまーす。はい、チーズもう一枚。ありがとうございます。この後で少々時間をいただきますが、10位の方々全員一言ずつ、一言二言コメントをいただいてきますね。あ、ちょっと待って。待っとって。あ、いつもの感じで、あの崩れた感じで、あのもういつもの、いきまーす。声がちっちゃい。ちょっと待って、崩れて、はーい、チーズ、ピッシャー。あ、動画やったらどうしよう。ちょっと待って、動揺してるわ。ちょっと待って。すいません、あと1秒だけください。一、はい、終わり。はい、ピッシャー。僕も一緒に入ります。はい、です。順位の方から一言ずつ、二言ずつ、ね、コメントをいただきたいと思います。あのできるだけ口元に近くて喋ってください。よー監督、よーよーよー、はい、なりました。以上です。いや皆さん、あの応援ありがとうございました。本当に、まあ、苦労しました。今日は、はい、あの心が久々に折れたんで、
次は、あとそうですね、今年、ジネットは広島とチーズナッツパークかな、2戦は出るようにしてもっともっと知れるように勉強してきます。一番悔しいのはちょっとゼッケン2番に負けたのがすごく悔しいです。あと2戦あるんで1敗したんで、あと2勝すれば僕の勝ちなんで、あと2勝は勝てるように頑張ります。はい、あります。おばあちゃん上向いて、そういい顔してね。久々の入賞できてちょっと嬉しいです。次も頑張ります。おばちゃんピッシャー。お疲れ様でした。久々の CGC で、まあ、苦しかったですけど楽しくなってきました。ありがとうございます。大丈夫だファイト、はい、ファイト。かなりこう怖い坂がいっぱいあって、もう失敗出てへんようなとこいっぱいあったんで、もうやめようかなと思ってます。次から下のクラスで出ますんで、まだよろしくお願いします。お疲れ様でした。タラレバの話になるんですけど、1周目結構トップちょっと走れて、久しぶりトップ走って気持ちよかったんですけど、まあ現役いたした僕がですね、現役の人に勝ってしまうのあれかなと思って遠慮して、今回は負けておきました。以上、来年はガチでチャンピオン取り組んでよろしくお願いします。お疲れ様でした。応援ありがとうございました。最高のコースですごい楽しかったです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。スタッフの皆さん楽しいコースをありがとうございました。昨年末引退したんですけど、このコース走ったことがなかったのでちょっと走ってみたんですけど、また時間があれば遊びに来たと思います。あとタイヤがすごく助かりました。 50DC ぜひ履いてください。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。また最高に楽しいコースありがとうございました。今回は、走り切ることができたので、もうそれだけで満足です。ありがとうございます。お疲れ様でした。たくさんありがとうございました。今回もまた2位みたいな感じになっちゃったんですけど、一時は15分くらい高橋さん離れちゃって、もうちょっとは諦めモードなんですけど、またプッシュして最後はかなりまた熱いバトルができたんで、これ次の楽しみにして、はい、また、なんですか、広島ですね、次、はい、頑張りたいと思います。ありがとうございました。よろしい、よろしい、勝った金がいい。皆さん本当に今日はお疲れ様でした。応援ありがとうございました。まずね、今日観客として乗船来た人どれくらいいますか。手挙げて。おお、300人ぐらいおるかな。素晴らしい。これでね、僕11年目、こっちの世界に来て立ったんですけど、常々やっぱお客さん増やしたいなと思ってずっと頑張ってきました。はい、いい光景ですよね。今日はね、走ってても気持ちよかったです。ありがとうございました。それとあと、今日ね、セクション作ってくれた人が、GZ の実はポイントランカーの佐々木君という子だったんですよ。はい、今日、大会そっちのけで一生懸命セクション作ってくれました。ね、本当素晴らしいセクションだったと思います。はい、それとあと、やっぱり厚付けがさすが CGC でしたね。本当楽しかったです。はい、本当、スタッフの皆さんも本当皆さん、ありがとうございました。楽しい大会でした。はい、以上です。